皆さんこんにちは。今回はひらがなの穴埋め問題です。真ん中の四角に共通するひらがなを入れて言葉を完成させてください。制限時間は30秒です。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はどでした。うどう、うどんとなりました。このようにマスの中に1文字入れて2つの言葉を完成させてくださいね。2問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はすでした。やすり、薄着となりました。別解もたくさんあるかもしれません。別解が見つかった方はぜひコメント欄にてお待ちしています。3問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は、うんでした。あんず、うんきとなりましたね。あんずの種子の核は強忍と呼ばれ、漢方では喘息や咳止めの治療に使われているのだそうですよ。4問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はまでした。しまい、めまいとなりました。文字の穴埋め問題は推察する力や言語記憶力、想像力を鍛える効果があるそうですよ。5問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はいでした。タイヤ、トイレとなりました。さあどんどんいきますよ。
6問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はロでした。ゾロ目セロリとなりました。皆さんはエンジェルナンバーをご存知ですか？エンジェルナンバーとは天使からのメッセージが込められている数字という意味で、よく見る数字や妙に気になる数字のことなのだそうです。中でもゾロ目はエンジェルナンバーの中でも気づきやすく代表的なもので、見るときはいいインスピレーションを得られたり、感が鋭くなっているときとされているそうですよ。7問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はおでした。タオル、氷となりました。暑くないのに氷が食べたい、毎日大量の氷を食べているという方は氷食症かもしれないそうです。氷食症とは氷や凍らせたものを食べずにはいられないという症状を指し、特に思春期の女性や妊婦、授乳婦に多く見られる症状なんだそうです。なぜ氷食症になるのかははっきりと解明されていませんが、原因に鉄欠乏性貧血やストレスがあるそうですよ。8問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はもでした。すもも、レモンとなりましたよ。この脳トレは知っている単語をあれこれ思い出すことで記憶力の向上につながりますよ。9問目です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はさでした。イサン、アサリとなりましたね。最終問題です。四角に入る文字は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解はイでした。ライブ、メイド
となりました。追加でおまけの問題です。マスの中に入る文字を20秒の制限時間内に答えてください。終了です。答えはコメント欄をお待ちしています。この問題は以前知の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。知の種のホームページでは様々な脳トレプリントが無料でダウンロードできます。ぜひチェックしてくださいね。皆さんのコメントや高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。